温泉街の高台に立ち駿河湾を一望できる伊東ホテル聚楽。南国のムードたっぷりのロビーには籐の椅子がよく似合う。トロピカルガーデンに立つみかんの花咲く丘の花碑。この花碑に代表されるようにホテルではみかんを前面に出してお客様をお迎えしている。例えばウェルカムドリンクのみかんジュース、これがとても美味でこれから始まる滞在の楽しさを予感させてくれる。創作和食料理がいただけるダイニング花いかだでは、22ある個室のすべてに個室名にちなんだ押し花の額が飾られている。明るく広々とした和洋室は使いやすく開放的な雰囲気。白を基調にしたおしゃれなナチュラルテイストのレイアウトは2人連れや小グループに人気が高い。部屋のお風呂には温泉が引かれているが、さらに嬉しいのがテラスに設置されている足湯。相模湾や初島を眺めて過ごす時間がリゾート気分を高めてくれる。7本の豊富な源泉で天然温泉の恵みをたっぷり味わえる大浴場。弱アルカリ性のお湯は肌に優しく、最高のリラックスタイムを与えてくれます。またジャグジーやサウナといった施設も充実している。太陽がさんさんと降り注ぐ海が見える丘、そんな南ヨーロッパをイメージした露天風呂はまさしく洗練された開放感に満ちている。広々とした内湯もあるので両方を満喫したい。